はい、暖かくなってきたんでね、ちょっと春の歌を、春の風が吹いていたらでね、という曲ね、吉田拓郎の、おとぎ草子というねアルバムに入ってる、吉田拓郎のあの一番最初の奥さんと一緒に歌ってるやつね。これが女性ボーカルに合わせてるんでね、これすごくキーが低くて歌いやすいって感じですけど、これカポ 3G ね、カポ 3G で、まあ、とっても弾きやすい曲なんでね、初心者向きですよねこれね。でこれこうメロディーを取っていくのも非常にやりやすいんでね、まあこうやってね弾くのもまあ初心者向きだし、いわゆるこのソロギターのもう入門的な感じだよね。どういう風にやってるかというと、要はこれ、まあ、コード進行はまあ見てたら分かると思うんですが、まあ G、Em、CD かな。こういう進行ね、まあお決まりな進行ですよね、言うたらね。G、Em、CD ね。要はこの G、C、D のこの3コードに、まあこのEm が入って、まあ4つのコードで、ここでこれ Bm というか Bm のコードが出てくるんだけども、まあ初心者的にはこの Bm が多分ね難しく感じると思うね。でまあこうメロディーを取っていくのはね、 G ここだけでいいです。で Em はもう全部離してていいんで、で CC もねここだけでもいい。で D7 もここだけで、ここ押さえなくても この音って使わないんで、で G ね、こうやってだけですよ、指的にはね、指の動き的には、CCDG ね。で Em なんで、ここがね Bm が入るので、これもこう順番にこう弾けばこのメロディーが出てくるんで、ここは CDD ね、でまた Em、同じよね。で CDCDG ね。
まあこれまあ歌うの別に、まあ、今僕こうやって弾いてるけど別にジャカ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 ってこうやってやればね、最初はね、明るい朝の光より夕焼け雲の色が好き、空行く鳥に身を変えて、夕焼け追って行きたいのね。こうやって右手こうやってるだけで十分あの歌えるんでね、まあこれも結構まあいっぱい歌ってる人が多分いてると思う、検索すると J チャンネルがいっぱい出てきたけどね、4つぐらい出てきたけどね、なんかね、なんかこう3フィンガーで、一人で空を見ていたら優しい風に3フィンガーでやろうと思えばできるしね、なんか3フィンガー3フィンガーで弾くとなんか中級って書いてあったけど、こんなの別に中級でもなんでもないだろうと思うけど、あとギタビンさんはなんか女の子となんか、コラボレーションでデュエットしてましたね、まあ春の歌、まあこんだけの曲なんでね、まあ簡単ですよね、簡単な、初心者向きな、ね、コードをその、まあ、Bマイナーがね、Bマイナーがこの多分ギター弾き始めの人には抑えづらいのかもしれない、ね、うん、でまああの時々ねこの Bマイナーをね、Bマイナーって要はこうベースはここなんですよね。ね、A がここなんで A の上なんで B がねここなんで、でこうまあこう押さえるんだけども、これ別にこっから押さえていいんでね、これねなんかたまにこの初心者向けのね講座とか見るとね、この B マイナーは6弦はミュートってね、なんかねあのこう押さえつつここの人差し指でこの6弦を触れとか言ってね、ここでミュートしろとかって言うてる人はおるんですけど、こんなことはしなくていいんでね、こっから押さえたらいいんですよ。こっからもう制覇もこっから制覇でいい、 F もねこっからね、こうここでいい、ここでいいです、ここで。なんでかというとここの B マイナーの6弦の音っていうのはこれ B マイナーのコードトーンなんでね、おかしくないでしょ、こうね、Aマイナーこう言っても、 Aマイナーここをミュートしてんのかな、みんな知らないですけど、こんなとこミュートしなくていいんだよね、これね、こうね別に、C も別にあの6弦ミュートしなくても、この6弦の音もこれ C のコードトーンなんでね、このミの音でしょ、この音のオクターブ下でしょ、これね。なんでこんなとこ別にミュートしなあかんことはない、もう こんなんミュートとかって言い出したら D のコード5弦と6弦ミュートせんなあかんやん、どうやってミュートすんのって感じでね、どうやってミュートすんの、まあここはまあこれでミュートでいいかもしれないけど、ここは小指かなんかでこうやってミュートすんのかいみたいなね、まあなんでね、なんかそういうの見たことあんのよ、 B マイナーは6弦をミュート、6弦をミュートなんで6弦を鳴らしたらあかんのでみたいなんで、ここを人差し指のちょっと先っぽでここ触るみたいな、そんなアホなって感じなんですけどね、まああのミュートしなあかんって言ったこの D のコードの6弦ね、あの D のコードのこれ5弦はねコードトーンなんですよ、ね、
この音と一緒でしょ。この人差し指で押さえてる音とこの5弦が、これオクターブですよね。なんでこの5弦というのは別にミュートする必要はまあない。それから6弦、これはコードトーンじゃないので、ここを弾くならここを押さえてしまってね、この F のシャープをね、かこれを鳴らしたくないならこれをミュートするよね。まあここまでしなくてもね、まあこうピックとか弾いてる時も多分 D のコードってこの辺を狙うんですよね。この辺狙ってたらまあ6弦を弾いてしまうことはまずないで、なんで別にその気にしなくていいんですよ、ね、これ5弦から弾き下ろしてても全然大丈夫なんで、 D のコードね、5弦っていうのはコードトーンなんで、まあ、D on A という風に表記するんかもしれないですけどね、ここから慣れてればね、まあ、そういうね、あんまり細かいことはね、まあうん、いいんじゃないかなと思う。まあその、何やってたんけ春の風、春の風が吹いていたら、まあ、これまあこういう風にね、この必要なとこだけ弾くとこうですね。ということで、なんかいろいろちょっと喋ってしまいましたけども、春の風が吹いていたらという曲をちょっと取り上げてみました。はい。